ロボット相撲の試合がだいたい5秒で決着がついてしまうのですが、そのために2年間の準備をしています。伊藤隆弘です。ロボットの設計、製作および組み立てをしています。ロボット相撲とはロボット同士を戦わせる競技になっております。ロボット相撲の場合は相手を倒すということではなく、相手を押し出すことによってのみ勝敗が決定します。ロボットを作るのが楽しくて楽しくて仕方がないので、もう毎日のようにここに通ってロボットの勉強しています。1年のうちだいたい360日ぐらいをこの研究室で過ごしています。一番自慢したいことは、すべての部品を自分の手で加工して自分の手で作っているということですね。僕のロボットはヤギセブンという名前になっております。僕はスタートボタンを押した後、ロボットがしっかり動いてくれるかっていうのを見守っている立場になってしまうので、非常にドキドキしながら見ています。ロボット相撲には勝つためのポイントが3つあると考えられています。1つは相手を押し出すための推力で、もう1つは相手を弾き飛ばすための速度、最後の一つが相手を潜り込ませないための防御力になっています。最終戦に関してはまず優勝はしたいなと考えています。また世界大会もその後控えていますので、さまざまなロボットと戦わせたいなと考えています。